コミックシーマープレゼンツの声優バラエティーわちゃわチャンネル。はい、前回に引き続きゲストの小西克之さん、イエイ、よろしくお願いします。というわけで小西さんとお送りする今回の企画はこちら、じゃん、素顔を暴けわちゃわちゃ心理テスト。さあ、もうさっさとコーナーやります。はい、毎回押して怒られています。オープニングが長すぎると。いやいやいや、ということで、そう、あのね、はい、こう今回小西さん最後の回、はい、ということなんです。残念ながらここで小西さんを知ろうという心理テストで、わ、はい、かりました、はい、暴いてください僕を。はい、というわけで2人で心理テストに答えてきて、こちらのスケッチブックにね、もろもろ書いていくので、はい、じゃあ早速1問目からいってみたいと思います、はい、1問目、赤いバラと白いバラがあります、はい、両方の色を合わせて10本になるようにそれぞれを選んでください。あー、なるほど。つまりだから10本のバラで、赤が何本、赤5本、白5本みたいなことですね、うん、合計10本になればそうですいいよと。はい、分かりました。よし、何が分かるんだろう、怖い。なんか小西さんとかぶりそう。できました。はい、じゃあ2人で上げていきましょう。はい、せーの、ドン、ベベン。え、逆だ。赤を中心にして全部白、白が周りを囲ってるっていう、だから白9の赤1ですね。いや、逆、逆だ、うん、え、これ何が分かるんですか。このテストではあなたの SM 度が分かります。赤は S、 白は M を表…おお、俺ド M だ。そして私はド F? やばい、やったぜ、俺ド M だぜ、ま、覚えとけよみんな、俺がド M だってこと。じゃあ私はでも、じゃあ S はサービスの S ですからね。え、サービスですよ。そうなんですか。そうです、 S はサービスです。いっぱいいじってもらったら気持ちいいの。おの M です。次は、あなたは、うん、階段を登っています。はい、しかし、うん、急に進めなくなってしまいました。それは何段目でしたか。あなたは階段を登っています、しかし急に進めなくなってしまいました。 それは何段目でしたか。はい、まずだから何段の階段に登ってるかをまず想像しないとねって思って、うん、はい、え、待って、何段目、簡単、イージーイージー、待ってそんな、はい、回答問題じゃない。せーの、イージーイージー、はい、はい、8、私よく神社に行くので15段目、私神社に行くので神社の階段って長いんですよ。あ、神社の階段イメージしたのね、はい、俺はパッとこう最初に階段上で出てきたのがビルとかマンションの階段だったのよ、じゃあそうだね、8段目、8段ぐらいでしょ、最後の、うん、最後につまずく、そう、え、これで何で分かるんですか。さあ、何が分かるんですか。何段目かという数字があなたの精神年齢。小西さん、8歳、小学生、8歳、うん、小西さん8歳、ね、小学校の高学年かな、うん、あ、低学年、低学年、低学年なんだ、私思春期、いや、でもずっと乙女なのはそういうことかな。そういうことだよ、私ずっと乙女チックだもんね。なんか17段目だったらよかったね。あと2段、私17だったらよかったね。食パン、ジャムパンをこう転んで、ああ、ヒーって言ってぶつかった男子に、何よ、あんなやつ、ちょっと男前だからって、プーみたいなのを、で、同じクラスみたいなのをずっと繰り返したいね。うん、夢は広がるね。うーん、マーマレード食べたい、ね。次行きましょう。はい、次。あなたに、うん、サンタさんからプレゼントが届いていました。うん、サンタさんからのプレゼントを、あなたはどう思いました。え、あなたにサンタさんからプレゼントが届いていました。サンタさんからのプレゼントをあなたはどう思いましたか。どういうこと、感謝するとか、いや、もうそれ余計なこととか、そういうこと、何を思っても自由ってこと、うん、サンタさんからプレゼントが届いてた、それが何だったのかにポイントですね、うん、これはでもさ、これ一言じゃん、自分が欲しいものか欲しくないものかにもよるよね。え、でも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 、え、これなのみたいなさ。え、でもサンタさんだよ、うん、じゃあちょっと行ってみよう、せーの、ドン、あ、まあそうですよね、
まあ普通はこうだよね。これはありがとう。これ以外ないですよね。え、これ何がわかるんですか？プレゼントに対する感想はあなたの今の給料に対する評価。あ、ちょっといいじゃん。俺はだからもうお給料いただけることに対して感謝をしてるってことよね、うん、お素敵な大人じゃない、うん、素敵だと思います、ね、私は嬉しい、こんなにいっぱいありがとうみたいな。いいじゃないですか。やった、もうちゃんとした大人。いやちょっと私たち俺たち大人だ。ちゃんとしてますよ。あ、いやもっといい、エッジの効いたやつにしてくれよ、ね、いい働き方しようぞ。そうだね、ちょっと気な臭い問題が欲しいですよね。そう、さあ1問目ぐらいだもんね、気な臭い。そうだね。次です。はい、いきますよ。お願いします。棚にあった絵本のページを開いてみると、うん、そこには恐ろしい魔女の絵がありました。うん、その魔女とはどんな性格だと思いますか？棚にあった絵本のページを開いてみると、そこには恐ろしい魔女の絵がありました、はい、その魔女はどんな性格だと思いますか？怖っ。待って、でももう恐ろしいって言ってんだから恐ろしいじゃないの？恐ろしい性格じゃないの？だってそれはでもここが解釈だよな。私はでもここだな。これじゃない？これだな。性格だよね。うん。はい。これ多分これじゃなかったらドラマ始まらないよ。じゃあせーの、はい、出しましょう。どん。俺は残虐。なんで？恐ろしいんだもんだって。私これ、ま、マレフィセントばりに本当は優しいです。いやこれ残虐です、残虐。いや、そこにドラマ始まらないよ。残虐でもめたくたにされるから俺。そんな普通の北の魔女じゃん。さあこれで何がわかるんでしょうか。ドン。魔女イコールあなたが認めたくない自分自身。俺はね、残虐だから。残虐だ。俺は残虐、残虐超人だから。ラーメンマンと一緒だよ、言うなれば。え、ラーメンマン。ラーメンマンは私ウォーズマンが好き。正義超人になるけど、うん、残虐超人だからあれ。マジで？うん。え、私本当は優しいって認めたくないのか。え、いつも言ってない？それはだから言うこと、うん、言うことですよ。言うことによって、うんうん、っていうことですよね、要は。あー、なんかでも逆にあんたこうよああよって言っている自分がきっと好きなんだね、うん、これ優しいとかを見せたくないのかもね。うん、だと思うよ。確かに、うん、優しいとか真面目とか言われるとはぁって思う。俺は残虐。残虐、もう残虐。みんなもぶん殴っていくから、通りすがりに。じゃあちょ、ラストの問題いってみましょう、はい、ラストは主人公が悪戦苦闘する映画を見て、うん、はい、大きなショックを受けたあなた、ほう、主人公にどんな言葉をかけますか？主人公が悪戦苦闘する映画を見て大きなショックを受けたあなた、うん、主人公にどんな言葉をかける、まあ、どういう映画、悪戦苦闘する映画ってなんだろうね。でショックを受けるのがなんでだ。なんでショック受けたんだろうね、悪戦苦闘してってことは負けたんだよ、ヒーローがね、うん、どんな言葉をかける。これだな。え、わかんないよ、こんなの。声かけねえな、俺たぶん。本当は声かけないと思います。はい、じゃあ、はい、いきますよ、せーの、ドン。お疲れ様です。頑張ってね。まあ、同じですね。そうですね。ニュアンスが同じ。はい、はい、じゃあ、これで何がわかるんでしょうか、最後の問題。主人公にかけた言葉は、自分自身に言い聞かせている言葉。いつかその言葉が実を結ぶかもしれない。どういうこと？頑張ったね、頑張ったね。何かの成果得られるってこと？こう頑張ったねってことは、うん、あの頑張ったね、頑張った自分が結果につながってるってことでしょ。それともなんかこう、うん、夢破れて、うん、夢破れた俺に対してなんか頑張ったねって言ってるのか。まあどっちもじゃないですか。実を結ぶってことはだから、実を結ぶってことは成功してるってことだよね。そういうことですね。お疲れ様です。ですがカタカナだしちゃう。いや、これ大事かな。死を連想させる、そのです。そうね、死を連想で、でもお疲れ様ですってこう言いたいな。あ、でも、うん、もしかして人生の最後でだからね、ですだから人生の最後に自分自身で言う言葉かもしれないよね。い
やいいドラマじゃん。就活しないといいこと言ってる。でも就活、ね、いや面白いですね心理テストってね。面白い。俺普段こういうのあんまやんないからさ。あ本当に。なんかこういろいろ自分の本性が知れて楽しかったです。本性がどうかわからないですけど。そうですよね、はい、占いとかそういうの信じなさそうです、ね、いや全然信じる信じる。えそうなんですか。うん全然信じるよ。でもいいことと悪いことどっち信じやすいですか。どっちも信じる。でも信じてあとこう、うん、じゃ例えばじゃあパスタを食べるとラッキーになるとかもうパスタ食べちゃいます、ね、パスタ食べるけど、うん、パスタが近くになかったら食べない。あいい結果も悪い結果もさ結局は自分次第じゃない。へえ残虐残虐なんで残虐って言われて今わかんないけどもうそういう風に見えてくるよね、うん、いやいやというわけでさ、はいはい、あのね、うん、一番最初、まあ、今回4回目なんですけど、はい、あの第1回目小西さんがゲストしてくださる、うん、1回目の時にビフォーアフターって、はい、あの書いたの覚えてます。覚えてます、はい、だってさっきの話だもん。しかし放送してるのは真面目なの。時空がね、うん、時空がちょっと真面目なの。ごめんなさいちょっと俺違う時空から来ちゃった俺だから、うん同じ服だけど、うん、これいちいち着替えてんの、うん、4回の4回洗濯してね。そうなの。そう4回着てるから時が経ってるの、うん、ね、うん、だからその時に書いたフリップがあるんだよね、はい、だこんなことを言ってさ千秋ちゃんになんかこう言葉攻めされてるからさ、うんうん、ド M なのかもしれないね、うん、はい私はさあ僕は こちらのね、はい、千秋ちゃんを書かせていただきました。そうなんですよ、はい、なのでねここでねまあ、4回目ということで、はい、このねこうわちゃわチャンネルにお越しいただいたねこういただく前といただいた後、はい、どう印象が変わったかちょっとこの場でね2人で書いてみたいと思う。このアフターのところに書けばいいのね。そうです。はいわかりました。はいなので私はそうですねそうですねはいこれかな。はいできました。はいちゃんと文字で書きましたよ。一斉に出してみたいと思います。はい、えいやったさらに美しくなってる。さらに美しくなった千秋団。千秋団千秋団なるほど。私もさっきの答え残虐これまあでもね残虐だ俺は。でもねこっちはもう変わらない、うん、もう不動の感じだしビフォーもアフターももうあれはしないだってねあるあるずっとこういう俺は残虐だからでもそのボードの端っこ折って帰るよ残虐だろ。うわこれ片付けられないじゃんこんなとこ折られたなってなる。その実はやっぱりこうなんていうのか隠れた心理テストとかなんかこうなんだろうなあのスタッフさんのことやっぱりでも観察力はすごいなと思いました。だってスタッフさんのことをよく見てるしあとやっぱさりげないお気遣いでいろいろとこうカンペとかも助けていただいたりとか、はい、あとやっぱり朗読で演技力っていうのもこれ私は変わってない。ただ残虐は加わりましたし俺は残虐もう加わっちゃったかなっていうのがちょっとびっくり。もう皆さん気をつけてください。本当帰るときにコンセントとかなんか違うところに刺さってるとかしますから残虐ですよ。いやこんなとこに刺さってるっていうの皆さんお気をつけください、はい、ということでね小西さんちょっと4回お付き合いいただきましたが、はい、このわちゃわチャンネルいかがでしたでしょうか。いやとっても楽しかったです、うん、本当その千秋ちゃんとおしゃべりするのも楽しいし、うんうん、スタッフさんがみんないい人なので、うんうんうん、なんかみんなにこうねそのタイトル通りこうわちゃわちゃしながら収録できたのがすごい良かった。そうですよ、うん、楽しかったですね。はい、すいません皆さんいろいろいじってありがとうございます。あとなんか小西さんおすすめのそのシーモアでこう読んでもらっておすすめの漫画をたくさん紹介するっていうのもなんか本当漫画の知識がすごいので。そうなんですよ。本当にこれからもなんか定期的に漫画先生として出てきていただいて、はい、でこう視聴者の皆さんに小西さんのおすすめの漫画とかも、うん、本当になんかねあのジャンルが広いので読んでみたいんですよ。おすすめの漫画を聞いてみたいっていうのでそういうのも、うん、あの含めちょっとお呼びしてよかったなってご縁をこうつなげさせていただいて本当によかったなと私は思いました。はい、はいというわけでわちゃわチャンネルは毎週日曜日と水曜日の夜9時に番組を配信しております。はい、もうねじゃあ小西さん最後もう今回最後なので、はい、最後に渾身の、チャンネル登録をお願いします。そうだな渾身のっていうのは渾身の残虐で残虐さあの残虐セクシーセクシーがいいな。やっぱ残どういうこと残虐セクシーっているじゃんよくそういうなんか残虐なセクシーなさテーゼ
ベーゼって言いたいだけだろ。じゃあ小西さん、チャンネル登録お願いします。どうぞ。チャンネル登録とか高評価とかコメントとか一切いらね。よろしくお願いします。いやいや、ちょっと残虐だろ。残虐いらないんだぜ。だってコメントとかチャンネル登録とか高評価とか、偉い人に怒られちゃう。これ見てるさ、シーマの人に怒られちゃう。ワイルドだろ。あいつ何言ってんだよ。いやでももうしっかりと伝わって、もうみんなほらなんかね、ド M が演じるからド S に聞こえるっていうのでね、周りのみんな小西さんファンとかもキヤーってなってると思いますよ。ありがとうございます。なのでね、ぜひ皆さん雰囲気で喋るのだけやめてね。チャンネル登録をしてリーダーさん、ね、よろしくお願いします。ぜひコメントもください。楽しみください。ゲストは小西克幸さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。イエイ、これからもよろしくね。小西さん、お元気でいてください。はい、頑張ります。行きます。